スノーキーこと小手川幸也です。今週の株為替暗号資産材料振り返り、そして来週の戦略動画ということで、今週は日曜日の更新となりました。ロシアルーブルが対米ドルで7年ぶり高値という謎の高値水準まで上がっております。あとはですね、ホビジャパンという国内の暗号資産業者が、次々にいろいろな暗号資産を上場させていて、なんとジャスミーが明日上場で取引所で取引できるようになります。なので、買い増しなどをご検討されている方はビットポイントよりホビジャパンの方がいいかなと思います。で、いつもの買い増し組がビットコイン買い増し、はい。で、またこちらに IOST が、上場と、このようなニュースになっております。ホビジャパン、私のサイト経由で特に特典ないんですけども、口座作ろうと思っている方はよければ私のサイト経由でお願いいたします。私の保有ポジションは変わらずですね、はい。で、まず株の方から日経225冷やしチャートね、先週末いい雰囲気で、まあ日本アメリカとも終わったんですけども、そんな上にぐんぐん行く感じじゃないんじゃないのと言いましたけども、はい、上がった後2つ大きい陰線が出て、26,000円割れの水準で引けております。まあやっぱシーズン的なものもありますし、積極的に買っていく材料っていうのもないかなと、はい。ニューヨークダウの方もね、窓を開けて上昇した後は、週を通しては、下落しております。はい。ナスダックの方もこんな感じで、 S&P500 の方もこんな感じです。まあ、金曜日一応陰線なので、週明けどう動いていくかね、形的にもこうなってきてるんだと、上に行けるのか、ただ上に行くにしてもそんなぐんぐん上にはなかなか行けないのかなっていうところですね、はい。で、こちらチャートだけちょっと米ドルが一服になっていくのかどうかっていうところですかね、はい。でビットコインですね、あれいつかな、なんかスマホアプリの方で前日比プラス 10% って出てたんですけど、多分ここですかね、はい。その後はまあこんな感じで、さあこっから横ばいになっていって上に行くのか下に行くのかっていうところです、はい。で、次為替米ドル円冷やしチャートです。まあ形的にちょっとね、上には行きづらくなってきたのかなと、しばらく数ヶ月間にわたって続いた円安トレンド、もしかして終了かもねっていう感じの形です、はい。これが下に行っちゃうと、クロス円もかなりの高値圏に来てたんですけども、クロス円っていうのは対円通貨ペア、他のもう釣られて下にっていう可能性があります、はい。ユーロ円の方は、まあ、前回高値を上に抜けきれずというところで、で、まあ、ユーロ円だけじゃないんですけども、一応週末下ヒゲのついている陰線です、はい。ポンド円も結構ずるっと下がって、そこから、下ヒゲで、ユーロドルですね、ユーロドル、ポンドル先週やや強気ぐらいしてたと思うんですけども、上に行ききれずで、下がってきて、ただここのサポート結構強いので、ここで反転はしていますけども、ここあっさり陥落となるとっていうところですね、はい。ポンドドルの方も、前回安値ぐらいでは一応反発はしていますけども、上にぐんぐんいけるのかどうか。ユーロ A ポンドの方は、綺麗な、上昇トレンド、まあ、しかもね、動きがあっての上昇トレンドなんでなかなかいいです。でループイフダンで、B20 と B40 の1ヶ月検証結果をシストレサイトで公開しました。興味のある方は見てみてください。私が今やるんだったら、まあスワップのこと気にしないならユーロ A ポンドなかなかかなと思っております、はい。で中国人民元もチャートだけ、はい。5ドル円の方は結構ね、高値圏からはもう一度チャレンジせずにじりじりと下がってきております。また心当たり目指すこともあるのでしょうか、はい。ニュージーランドドル円の方も同様、こちらダブルトップですかね、はい。で下がってきて、まあ、ただまちょっとね下ヒゲついてるんで、ここがどうかっていうところですね。5ドルニュージーランドドルは、結構下がってきました。月が変わってで、コアレンジね、ここのレンジ内に戻ってきました。さあ真ん中のここまでタッチすると、私は売りのループイフダンを停止させます。カナダドル円の方もまあ高値圏でこうまあ三尊のような形になってきてというとこですね、はい。原油の方も、上昇トレンドはもう終わったんじゃないかなというふうに見ております。ここで一応反転はしていますけども、またここの高値を目指してどんどん上にっていうよりも、まあ揉み合いか、やや下かっていう感じに私は思ってるんですけどね、はい。
で、トルコリラ円ですね、はい、結構ね動き激しめ、月曜日は 8.3 円台つけた後は、4連続陰線が続いております。はい、で、メキシコペソ円ですね、なかなか買い場らしい買い場がなくて、まああえて言うとこの辺り 6.4 円ぐらいですね。はい、で、まあもう一回一旦下がってほしいと思ってる方多いと思うんですけども、タイ円通貨ペアが崩れればメキシコペソ円も崩れるんじゃないかなと思うので、これぐらいのチャンスまたあるのかなと見ております。はい、メキシコペソ円スワップ投資をこれから始めたいと思ってる方は、例を参考にしてみてください。で、南アフリカランド円の方がズルズルズルっと下がってきているので、ここですね、前回割らせなかったライン、まあ、ちょっと割ってますけども、7.9 円台ぐらいまで、まあ、落ちてきてもおかしくないのかな。それよりもし下に行ったところではもうそこは拾いたいかなという水準です。で、週末にスワップポイントの調査したのでそちらも参考にしてみてください。メキシコペソ円、南アフリカランド円、トルコリラ円。来週の重要指標ですね、オーストラリア、利上げ予想、そして、米雇用統計などがあります。どうやって調べているのかっていうのは動画概要欄に貼っているので、そちらで、まあ、JFX さんの方がタイアップ特典としてはいいので、そちらの講座解説、活用してみてください。スノーキーの来週の戦略です。米ドル円は弱気、ユーロ円は弱気、A ポンド円は弱気、豪ドル円は弱気、ニュージーランドドル円は弱気と、タイ円通貨ペア全部弱気にしました。そしてユーロドル、A ポンドドルもちょっと判断も難しい。まあ、揉み合い、ここで揉み合いで済めば、揉み合った後上かなっていうところなんですけども、あっさり下にっていう可能性もなきにしもあらずかなと見ております。はい。これはあくまで私の個人的な考えなので、投資に関する最終決定はご自身の判断と自己責任でお願いいたします。まあ、株に関しても、ほんとね、積極的に買っていく材料ないので、まあ、暗号資産もあんな感じの動きかなと思っております。こちら告知です。 FX 講座作るなら私のブログサイト経由がお得で、これらの特典ついてきますので、ぜひ活用してください。特にルーピーフダン JFX さんが人気です。で、ちなみに暗号資産講座 OK コインジャパンなら、私の紹介で、特典がついてきます。1000円分のビットコインでしたかね。はい、こちら動画概要欄に詳細貼っているので活用してみてください。あとホビージャパンも特に特典ないんですけども、もし講座作るなら私のブログ経由だと、嬉しいです。はい、ということで、今回はこんな感じで YouTube チャンネル登録、そしてこの動画の評価をお願いいたします。最後の雑談は、世間一般的に底辺と思われてるランキングかな、なんかそんなのがちょっと炎上してましたよね、ニュースとかでもやってましたけども、それの例外として株 FX トレーダーっていうのが入ってました。まあ別にそれ見たところで何の腹立つもないし、ああはあそうですよねって感じなんですけども、まあ職種によっては底辺って書かれていると向かってくる方もいるでしょうね。そのこんなしんどい思いしてるのにっていうね、はい、なんかまるでトレーダーがしんどい思いしてないみたいなんですけども、いや、なんかそれ書かれてるところでふーんって感じに個人的には感じましたけど、皆さんいかがでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。